んよ、ハーバーうまいよ、ハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、ちょっとね、さっきまで、このカチュアデッキでね、マスター目指す配信やってたんですけど、プラチナ1で、配信をちょっと沼りまくって、まあ、配信内ではね、マスターに到達できなかったんですけど、なんとね、この配信終わりに、ちょっとやろうかなと思って潜ったら、連勝して、そのままマスターに到達することができたんで、今ね、ちょっと緊急で動画回してるんですけど、まあ、この間もね、ちょっとカチュアのレジェンドに達成した、まあ、レジェンドね、到達した動画撮ったんですけど、レシピちょっと変えまして、オリーブオイルとレッドゾーンを抜いて、ウェディング2枚刺したところ、フィニッシュ精度がめちゃくちゃ上がったんですよ。これで最速でマナ加速しながらの山嵐カチュアビルヘルムなんで、マナ爆速で溜まりながらサイクリカとこでピクシーライフとかね、使い回してウェディング回収して、あとは山嵐ウェディングスピードアタッカー持ってそのままぶん殴ってね、勝つみたいな感じで、乱立しながらウェディングを立てられるっていうね、もうめちゃくちゃ害悪なカチュアデッキになってますんで、ぜひね、皆さん使ってみてください。正直ね、UK パンク、めちゃくちゃきついです。UK はね、かなりフリー対面なんですけど、あと今ね、赤黒バイク、ちょっと流行ってんだよね。市販台とか入ってるやつ。だけどね、ちょっと、市販台のバイク、ぶち倒してきたんで、ちょっとね、見ていただけたらなと思います。まあ、明確なフリーちょっと UK ぐらいかなと、まあ、個人的にはね、ちょっと思ってるんだけど、まあ、モルネクとかね、モルキンもちょっと価値は引けなかったらね、ちょっときついかなぐらいなんですが、まあ、動画ね、最後まで見ていただけたらなと思います。よろしければね、年内チャンネル登録者4万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。エグザ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、霧も宮もあるし、フェアリーシャワー、ビルヘルム、ウェディングでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、ハンドはね、まあ、そんなに良くはないんだけど、エンターテイナーか。これね、増えてきた。赤黒バイク。あのね、菊池市販台。めちゃくちゃきついです。トリッパーとか、エンターテイナー、オリオティス。ここら辺はね、このデッキそんなに刺さらないんですけども、市販台はね、めっちゃ刺さるんですよ。なんで、フリー対面ではあるんですけども、頑張れば勝てるんで。ほんと、やりようによっては勝てるんで、最速でね、いや、こっちの動き、ちょっと弱いんだけど、まあ、勝てるということで、まあ、でも、このデッキね、モルネクもちょっときついし、あとは、まあ、赤黒バイクもきついし、UK が一番きついかな。なんで、割と環境に多いデッキに、ちょっとね、まあ、ちょっと振りかなぐらいなんだけど、ぶん回ってしまえば関係ないんでね。やりようによっては、UK 以外はやりようによっては勝てますね。モルネクも全然やりようによっては勝てるし、これは全然いいです。もうブーストできないですけども、ドローしてカチュア持ってきたでしょ。で、次、ビオロソナタ置いて、流星ホールで安全破壊かな。エンターテイナー全然いいです、正直。で、トップがピクシー。オッケーオッケーオッケー。で、ビオロソナタ置いて、まずは流星ホール打ちますよと。で、これ何出しても破壊されるんで、炎帝の能力で。とりあえず、まあ、3000破壊。市販台破壊して、多分次侵略してくるんですよね。もう全然来てくると。ウェルカムです。で、もう一回市販台とか出して来られる方がきつい。で侵略、レッドゾーン、で、ターボ3、3点パンチ来たとしても、次、山嵐課長で破壊して、こっちマナめっちゃ増えるんで。で、エンターテイナーは、出た時効果は使えますので、あ、殴ってくる？トンスで勝ちだぞ。うわぁ。侵略でしょ？で、多分、はい、強い。もう2枚。ターボ3と、はい、レッドゾーン、シークレットで差をつける。で、これ3点パンチで、これ、炎帝殴ってきてくれたのめちゃくちゃありがとうだよ。3点パンチでトンス！これある！せめぎ合い楽しもうぜ！マジで！流星ホール回収して。んで、エンテ戻すか。戻さない。カチュア、ビルヘルム。でも、もうこれ戻さない理由もないんで、戻して、山嵐カチュア間に合いましたね。で、縦1枚残ってる状態でのカチュア山嵐はめちゃくちゃ強い。んで、これ、ビルヘルムをレッドゾーンぶち当てることによって4枚ブーストできるようになりますので、これまだまだ
ありますよ。勝ちの目。市販大エンターテイナー出されても、まだあるんだと。マナさえあれば何でもできますからね、このゲームは。さあ、ビルヘルム。そして罠を破壊しましょう。これは一旦エンターテイナー破壊しとこうか。限定破壊して、あ、でもね、これね、レッドゾーンとかね、これ破壊したとしても、リバイブホール、ガイアルカイザー、で、まあ、墓地からレッドゾーン回収して侵略みたいなことされちゃうんで、縦0枚になっちゃうとめちゃくちゃきついんですけど、1枚残ってるんで、これが万が一リバイブだったとしてもまだ大丈夫だね。でもリバイブじゃない方がいいんだけどね。はい、もうこの動きがめちゃくちゃ強い。で、レッドゾーンの能力で価値を破壊しながら縦0枚になってくるんですけども、こっち、もう10マナ、まあ、11マナですんで、あ、レッドゾーンね。で、ピクシーライフも持ってて、マナにウェディングが落ちてるので、これがトリガー、いやでもね、これね、何がむずいなぁ、ほんとに。山嵐。めちゃくちゃむずいことされてない？さあ、トップが勝ちはめちゃくちゃ強いぞ。世界を変えるカチュアになったんじゃないですか、これ。山嵐カチュア。これね、ビオラかな？あー、ビオラかな。で、流星ホールで、あの、船出す、船。あの、3マナの船かな。この、あ、そう、これクルーザー、船出して。この船でなんとかって感じかな。で、まあ、ブーストしましょう。これマジで全然あるぞ。波を切り裂きましょうか。で、ドンスイ。で、ピクシーライフ。打って、ウェディング回収。あるぞ。で、山嵐ウェディングできるんで、これ。山嵐ウェディング。伝説のね。スピードアタックですよ、ウェディングが。で、これね、ビオラで、盾増やしましょう。よーし、よしよしよし。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、朝オープニングハンドなんですけども、フェアリーライフ、ドンスイビルヘルム、フェアリーライフ、ビルヘルムでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。さあ、ビルヘルムちょっと引きすぎですけどもね、これでね、縦1枚埋まってたらもうカチュアから出てくるビルヘルム1枚しかないんで、そう考えるとビルヘルムは引き切ってほしくないんですけれども、しかも相手が先行を取ってると、まあ何のデッキかにはよるけど、デスハンズ、はい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 、デスハンズわからないね、まだね。さあ、一旦ここビルヘルム置いてエンドしましょう。で、次のトップが単色であればそれ置いてライフライフ、それか盆水でカチュアか山嵐持ってくるのも手なんだけど、また赤黒レッドゾーンか。これめちゃくちゃ多い。多分ね、カチュア増えてきて、市販台でカチュアメタられるから、でもね、これ本当に、やるようによっては全然勝てるんで。UK パンクはね、ちょっと本当にきついんだけど、赤黒レッドゾーンとかは全然ね、やれますから。さあ、市販台来たね。で、市販台でしょ？はい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 、オッケー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 。オッケーじゃないけどね。ないに越したことはない。うわ、流星ホールめちゃくちゃ来るね。さあ、んで、殴り殴り。これね、ザレッド、レッドゾーンがめちゃくちゃきついんだけど、また遠景とかかな。タイムトリッパー。はい、時の歩みゆっくりとは。ゆっくりだな。ドンスイだよ。これ、ドンスイでマジで世界変わるよ。ドンスイ！あう、すっごい、ドンスイは、ドンスイ！マジでドンスイで世界変わるよ。本当に言ってるからね。いや、引けねえか。さあ、トップが流星ホールなんで、流星ホール引きすぎだね。まずは、ドンスイで市販台戻していきましょう。で、こうするとですね、これね、でも、ザレットがめちゃくちゃきついかな。ザレットが。でもね、ハンド1枚しかないでしょ、相手。なんで、侵略はない。このトップがレッドゾーンで、もう1枚がザレットで、その市販台の3枚だったら、相手は主人公なんで、言い残すことは何もない。ただ死ぬだけです、それは。さあ、あ、スシンか。侵略なし。あ、じゃあ、リーサルって言ってるね。化け物だな、相手のデッキは。でも、ワントンで返せるぞ。3点パンチで、ドンスイ、ドンスイ！いいよ。最高だよ。ユウ最高だよ。勝ちは。それは最高だ。それ最高すぎるな。で、タイムトリッパー。で、ドンスイ。で、レッドゾーンは戻さなくていい。で、勝ちは回収できたんで、山嵐カチュアが爆誕しますよ。
戻さなくていい。で、真ん中加速。で、これね、目の前現れる分岐点、選ぶのはもちろんハードウェイなんだけど、これ、トップスピードアタッカーで負けちゃうんすよ。なんで目先のマナブーストより、いや、これは、目先のマナブーストより目先のビオラ縦追加レッドゾーン破壊が一番いいんじゃないかな。ここでトップスピードアタッカーで負けたら本当に目も当てられないから、まあ結果論なんだけどね。結果論警察なんだけど、これは一旦縦増やします。で、レッドゾーンも破壊できるんで、で、カチュアの能力でビオラ破壊されますが、ビオラの能力でこいつは縦に行きますと。で、これでトップスピードアタッカーでも大丈夫なので、で7マナ溜まってますので、あとは流星ホールとかで、オッケーオッケー、全然延定なんてもう、見抜けない。で、ここ、あー、オッケー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 。で、これね、価値はビルヘルムで、エンターテイナー取れることが確定してるわけなんですよ。なんで、ここ、フェアリーシャワーとか、ピクシーライフとか、そいつらを使って、マナ加速した方がいいんじゃないかな。って思ってる。自分に驚いた。でも多分それでいい。で、あとはウェディングで。GG。締めくくる。さあ、フェアリーシャワー行こう。さっき、まあ、ビルでね、マナ加速できなかった分、ここで加速しましょう。いや、これ、マジでマスターいけるぞ。で、ディング回収だな、もん。ディング回収。で、これないよね、墓地。ないんで、ビルで行きましょう。で、園庭を破壊して、まあ、出たと効果を使いますから、楽しんでもらいました。で、暇の破壊これでもう侵略はできませんよ。相手のハント的に。で、次、祝いの頂きウェディングで GG です。勝ちです。縦1もあります。で、まだカチュアは生きてます。なんで、もう一回、ビオラ、ビルヘルムからの、ウェディングを決めますね。ウェディング、カチュアタップスキル、ビオラソナタ、ビルヘルムでまた縦追加して、ウェディングで詰めてって、勝ちですよ。いや、こんな、ことある。はい。勝ちです。これ勝ちっしょ大佐の手話さあ、皆さん、これに勝てば、マスターです。いや、聞いたよ。ここまで。配信、やっぱね、配信してるとね、やっぱ戦力半減するわ。俺自身の。裏だと強いよ。ユハイチャンネルは。いや、赤黒バイクに連戦勝って、あとは、うわっ、フリー対面だ。いや、でも、価値は来たら、いや、でも先行取られてる。モルキンでしょ、多分。うわ、モルキンだ。あ、だけど、ブーストがない。いや、事故ってるぞ。でもこれマスター昇格戦だから、相手が事故って勝とうが、俺がぶん回って勝とうが、ちょっとこれは採用するわ。いや、勝ちたい。負けても勝ってはちょっとこの動画は採用したいね。さあ、天守閣、いや、めっちゃ事故ってんじゃないの、相手。これは熱い。次何もアクションがないことを祈って、え、これだって山嵐勝ちはできたら勝ちなんじゃないか、さすがに。さあ、ここで、声援を満を持して打ってきますよと。トップがフェアリーシャワー。だが、しかし、やること、一つしかありません。山嵐勝ちは !OK! で、まずは、第一陣、ビルヘルム。で、モルネクとか入ってる可能性がちょっとあるので、色を破壊するというよりか、いや、でも入ってないか。入ってんのかな、モルネクってモルキンデッキに。一旦ちょっとドラゴンを、破壊していきましょう。火のドラゴンたちを。なんか入ってなさそうではあるけどね。まあでも、こういうのがじわ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 、ボディーブローのようにね、ジャブのように効いてきますんで。ここはちょっと。で、5マナでここで、バニギンとかで取られるとめっちゃきつかった。まあきつくはないけど、まあちょっと嫌だったんだけど、ジョニー・ウォーカーであれば破壊はされませんと。で、ビオラ・ソナタ・ビルヘルムに繋がります。で、サイクリカも引く。でもサイクリカ今いらないかな。シャワーでマナ伸ばしつつ、リソース確保して、カチュア2枚目だったらもう勝ち確なんだけど、これはシャワー回収しましょう。で、シャワーもう一発出ますからね。こんな理想ムーブ見たことない！マスター昇格戦でこんな分回る？で、相手も勝ったらマスターなんだよね、これ。どっちも勝ったらマスターなんですよ。
だから俺今4連勝かな。今俺今4連勝してて、相手が普通に勝ったらマスターで、俺もまあ勝ったらマスターなわけなんだけど、あげるのだわ。これ祝福とは呼びませんけどね、絶望ですけどね。さあここでガイグレン破壊してマナを加速、あとは祝いのいただきウェディング、こいつを回収するだけです。で縦に行きます。でも相当きついね。こうなるとモルキンだろうがモルネクだろうが関係なくなってきてる。さあサイクリカ、サイクリカ、サイクリカ、ウェリングはあるであれば、一旦サイクリカからのピクシーライフウェリング回収で、霧もみ山嵐あるんで、ウェディングがスピードアタッカーになるというわけなんですよ皆さん。やっぱウェディング入れたことによってだいぶフィニッシュ力上がりましたね。さあドンスイで、ドンスイでまあ流星ホールでもいいしって感じかな。リューフォー回収してやばい、普通に強いで、ここでもう一発ビルヘルムが入るというわけなんですよね。墓地にないよね。オッケー、ちゃんと確認しよう。マスター昇格戦だから。ちゃんと確認。さあ、放ります。さあ、ここで流星カイザー。火のドラゴンは絶対に落としていくんで。さあ、葬ります。さあ、カチュア。そして、ビルヘルムでピクシライフ。エンド。で、ウェディングで、山嵐ウェディングで、詰めていく。もうウェディングでしか殴らないよ、俺はもう。ガイグレン。さあ、エンド。トップが鈍水なので、まあ、でも革命の鉄拳とか入ってんのかな、ここまで見えてないとなんか入ってなさそうであるけども。さあ行きましょう、霧もみ山嵐。ウェディング10マナにしてスピードアタッカーを付与します。強すぎますね、これね。でさあ、縦埋めて、さあ、カチュアのタップスキル、まあ、これはもうやりますよ。もちろん。さあ、ビオラ・ソナタ、ビル・ソセ。めちゃくちゃランデスしてるからね、ほんと。祝福をあげます。さあここでまあまだまだガイグレン破壊して、あで次まあジャックポットエントリーとか入ってないと思うんで、外無双、オッケーオッケーオッケー、外無双につなげさせなきゃこっちのもんなんでね。でエンドしよう。で次のターンまあ勝ちかなと思いますけど、まあ慎重にいきたいね。さあガーンもやっぱモルキンだね。さあウェディング2枚目ではあるんですけど、でもビルも切れてんのかな、これ。山嵐やったらね、ちょっと気は抜けないので、一旦ドンスリ回収しようか。で、流星ホールで流星カイザー出して7マナにさせないよと。外無双、でもまあ、ハンド1枚だしね、これトップされたと、トップ外無双だったとしてもいけるし、トップモルネクでも負けないので、だけどまあ、念には念を。いや、怖いからね、モルキンデッキは。普通に。いや、ちょ、めちゃくちゃ緊張してるわ。久々のマスターだぞ、俺。マジで。これ実況者だけど、俺。久々のマスターなんでね、僕。僕、他の実況者と違う、あ、ないのね。他の僕、実況者と違ったら、ポン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 、レジェンドとかになれないんでね。マスターになるだけで精一杯なんで、僕は。で、これは、いや、これエンドでいい。だって負けないもん。で、ウェディングでいいのよ。ウェディングで安全に行く。さあ、オッケー、勝ちです。さあ、ウェディングで、これなんだ、トリガーだったのかな。さあ、ザークタイザーですが、オッケーです。しっかりと焼却して、カチュアでダイレクトアタック大殺者マスターです。崩れる時は一瞬です。はい、ここで、これにて、マスターアダース。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、流星ホール、霧もみ山嵐、祝いのいただきウェディング、ドンスイ、ビオラ、ソナタでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、相手のね、デッキタイプを見ていこうかなと思うんですけれども、さあ、ハンド悪いな、こっちは。でも、2ターン目ブーストとかカチュアを引きたい。さあ、ダチュラ。ダチュラじゃなくて俺が欲しいのはカチュアなんですよね、と。いったところで、さあ、祝いのいただきウェディング置いてエンドしようか。2ターン目ブースト引けなかったね。ダチュラか。ダチュラってことは、まあ、墓地肥やしデッキ。ゲンゲンゲンセ。うん、ゲンセと来世、ダークライフ。オーケー、オーケー。ダークライフでしっかりと潤沢にマナを加速して、はいはいはい、オッケーですよ。うん、全然オッケーです。ターン変えてきまして、ビルヘルム。
めちゃくちゃ反動悪くないか、マジで。どうなってんのよ。まあでも、次、ドンスユって価値は持ってくるっていう動きする。あ、デス・ハンズ。デス・ハンズで、オーマイガー・ズガズッカ。失礼します。こちらこそ。ズガズッカで、現世と来世落としてのブースト。強すぎでしょ。で、現世と来世が来ると。いいね、いいコンボだな。だから、まあこれ、ドンスで戻すかめんどくさいし、現世。現世めんどくさいし、トップ単色だったしで、価値は持ってこれれば全然巻き返せますけどね。さあ、ドンスイ。さあ、価値は持ってきたんで、次に切りもみ価値はビルヘルムですよ。で、原来は戻るんでね。俺やっぱ強いね。ドンスイっていうカードがシンプルに馬鹿げてる。シンプルにゴリラ。強すぎ。涙が出てきそう。さあ、ダークライフ。さあ、5マナ使って。さあ、5マナ使って。何がある？ダチュラ来た。ここに来てダチュラ。ダチュラとカチュアの来る。これダチュラとカチュアってでも似てるもんな、見た目が。なんか関係あるのかな、ストーリー上。ねえか、さすがに。ダン離れ、てかダチュラってオリカだっけ、ユエプレの。さあ、ギガボル。ギガボル、ズガズッカ、ダチュラ。めちゃくちゃボッチー肥やしますね。さあ、ズガズッカ、パンプキンとタイガニとのヘルボルフ。さあ、トップがフェアリシャワー。さあ、これはドンスイ置きながらの、さあ行きましょう。切りもみ山嵐価値は、これでまああとウェディングでタン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 と詰めていこうかなと思いますね。こんだけまあマナ伸ばせればね、2ターン2ターンじゃない、2マナブーストできるよね。さあ、ビレヌ、さあ命越してください。さあ、葬りますと。さあ、ここでダークライフ落として、さあ葬りますと。さあ、ドンスイフェアリシャワーで、エンド。で、またまたカチュアが処理されなかったら、まあ、ブーストしてウェディングで詰めた勝ちかな。闇タンでもちょっとね、底力あるから、怖いよね。ヘルボルフとかあんのかな、今。ヘルボルフ、まあ、ドルバルム D 出される前に、こっちが、あ、原来なら、原来オンリー？オンリーワン選手権グランプリってこと？だからカチュア置きますもん。カチュア置いて、シャワーシャワーシャワー。一個多かった。シャワーシャワー。ライフライフ。シャワーシャワー。ライフライフですよ。これワンチャンフェアリーシャワーのあれによってもライフも打てるということですよと。ピクシーライフ回収、ウェディング回収。オーマイガー、こんな理にかなった構築ありますか。アンデスだけやめてください。さあ、これでウェディング回収して、カチュアからビオラソナタ、ビルヘルメ。あれ落ちてたよね、ビルね。起きてと。さあ行きましょう、ビオラソナタ。強すぎじゃないこのデッキマジで。祝福あげちゃう、あげちゃうんだから。そりゃ、さあビルヘルムで命乞いをします。で、ここでダークライフを落としまして、対戦よっしゃー、オッケー。さあ、対戦の方よろしくお願いします。とはさ、オープニングハンドなんですけども、山嵐ビルヘルム、ビルヘルム流星掘るビルヘルム、まずくないこれ。ビルヘルム引きすぎだよ。で、相手なんだ。さあ、と書いてきて、ここでね、まあ終わってもいいんですけど、まあ、でもね、皆さん落ちってさ、俺こう落ちで切ってるだけでちゃんと最後までやってる時もありますからね。これ俺落ちでさ、毎回こうエンディング流すじゃん。で、コメント欄でよく、いやまだあったじゃんみたいな感じのコメントがあるんですけど、一応最後までやって負けたんで、キレのいい落ちんところでカットしてるだけなんでね。めちゃくちゃ裏事情話してるけどね、一応最後までやってる時もあるし、あ、これ無理だなって時はもう発狂してエンディングをね、もうそのまま流してる時もありますけども、まあ、基本的には最後までやってる時もあるよと、まあ、やってますよと、まあ、やってる時もあるけどね、もちろん。わ、これめっちゃいいオチだっていう時はもう爆速でリタイアしますからね。なんでそんな俺こんなさらけ出してんの、本当に。いいんだよ、裏事情は。だけど、まあ、ビルヘルム4体引いたとしてもですよ、皆さん。このデッキはね、結構、その基盤が優秀なんですよ。流星ホールだったりとか、まあサイクリカとかね、まあそこら辺があるんですけど、まあこんだけブースト引けないとって思ったけど、ブースト引いたんで、まあ、であればいいでしょう。さあ、フェアリーシャワー。さあ、シャワーの能力でさすがにもうこうなったらサイクリカ、もうすごいね。ビル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 、サイクリカサイクリカでしょ。俺に負けろって言ってるもんな、こう俺は。なんかこっから勝ちたい。でも勝ちはもう引けてない。さあ、牢獄置いてきて、ガチンコジョーカー！これ逆に、あ、ありがとうのジョーカーじゃない？落ちたもん、ビル。オーマイガー！声でかっ。
おーまい。ほらね。あ、これね、やっぱ戦略的ビルヘルム。相手を使ってビルを墓地に落とすというね、戦略的ですよ、これは。あまりにも。さあ、山嵐勝ちは。これあるぞ、全然マジで。見せてあげます。あい、でもこれガチンコジョーカーが恨みになるとは思わなかっただろうね。で、こっちもビルヘルム引き切ってんだから。さあ、これもビ、落ちてるよね。ちゃんと落ちてるよね。ちゃんと確認してね。さあ、行きましょう。ビオラソナタビルヘルム。祝福あげます。いや、これまだ全然あるよ、やっぱ。命乞いしてください。で、一応闇マナ落としておきましょうかね。で、ここでワンブーストが入りますと。で、またサイクリカとか。で、まあ価値は、まあでももうねえか。出るものがもうもはやない、もはやない。墓地にビルがないんでね、もうないんだけど、しょうがないよね。もうそれはしょうがないよね。割り切るしかないよね、そればっかりは。さあ、どうする。6マナ、まあ、一応サイクリカはビルで蘇生できると。で、なんかガチンコジョーカーめちゃくちゃバグってないか。さあ、サイクリカ。あんで、逆に俺も牢獄落としたから、牢獄唱えるよってこと。俺だ、ビルヘルムバウンスしてこないか。あー、カチュアか。まあ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 、これはしょうがない、これはしゃあないわ。ザトップがウェディングなんで、ウェディング置いてサイクリカ行きましょう。で、まあシャワーで、まあでもウェディングで勝っていこうかな。ここまで来たら、ちょっとアクセント変なんだけど。さあ、最高傑作です。さあ、フェアリーシャワー。ピクシー。ああ、惜しい。まあでも、流星ホール回収して、あれかな。で、エンドしましょう。まだ全然わからないね。ウェディング落ちたんで、シャワー流星ホールとかで、うわ、応答待ち。でも、これはちょっとわかんないな。普通に回線落ちた説もあるけど、これ、戻ってきたら、あの途中から再開しようかなって思うんですけど、まあ戻ってこなかったら、はい、そのまま、まあエンディング流そうかなと。まあエンディングっていうか、まあ次の試合か、エンディングに行こうかなと思いますんで、まあ戻ってきたか、戻ってこなかったか、はい。いや、これ戻ってくんのかな？戻ってくるやつだと思うけど、まあ戻ってきたら、まあ途中からね、再開しようと思いますんで、はい、エンディングか、次の試合でお会いしましょう。さよなら。